なんか最初嫌でした、近くにいないと。あ、そうなんだ、うん、私いいですかそれでみたいなのが結構欲しかったです大丈夫ですかみたいな。キャプチャーは歩くというかどうやって、なんかその出し方とか、なんかその返球とかも違うんですよ。なんかあのペローンって返ってくるあれもいや、なんかね、いつもと違うんです。出してるサインがねって思っちゃいますよね私は投げてるボールがねって思ってちゃんと投げれなくてごめんみたいな。てかプライベートであんまり一緒に行動することないです、意外とね。まあ、年が離れてるっていうのもありますけど、一回り違うんですよ、同じエタなんですよ犬なんですだから会うのかな。じゃあまずそこからですね、信頼関係を築くのは、ま、同じエタとバッテリーを組む共通点を見つけるですねでも何ですか、喋るじゃないですか、やっぱ会話、この特に試合中とピッチング練習中、うん、めっちゃソフトボールとかに関係ない話とかしながらピッチングとかもします。あ、それはまあ上野さんが喋ってる、うん、基本的に喋るのは私なんででもなんかそれで性格をしていくじゃないですけど、まあ、あ、こういうこと考えてるんだ上野さんはってお互い知れることも多分あるし、一番大事な時って多分打たれた時とか、そのピンチを頑張って切り抜けた時とかの直後の会話だと思うんですよね。あとお互いが思ってるよりうまくいってない時とか、頭ではこうしないととか、もっとこういうボールが欲しいんだよなとかって分かってても、それを直接話すことって結構難しいと思うんですけど、それをやることで意外と思ってることが違った時に、あ、そう思ってたんだ、 OKOK、 じゃあこう投げるわって言ってくれる時もすごいあるし、いや今日分かってるけどうまくいかないんだよね、そうですよね、じゃあちょっと、まあ、我慢しましょうってなるのか、話してみたら意外とこう助け合えれることって多いんで、そのてか昔はイニング間でよく話してたよね、毎回話してましたよね、うん、なんか吾妻とかが今日調子どうです、感じどうですかとか、今日はいい感じとか、いや今日なんかちょっと感覚いまいちとか、逆にこっちもストレートの感じどういけてるとか、だから悪くないですよとか、今日ライズ結構いいですよとか、ライズいいのみたいな、そこの感覚が違う時もあるんです、はい、じゃあなんか死にていくわみたいな時とか、なんかそういうたわいのない会話でなんか次の会話の入り方とかも全然変わってくるし、こっちも投げる側の気持ちも変わるし、なんか最初嫌でした近くにいないと。あ、そうなんだ、うん、私いいですかそれでみたいなのが結構欲しかったです大丈夫ですかみたいなの、うん、その自分が合ってるか合ってないかも分かんない時とかがやっぱ聞かないと怖かったです。あ、だから常になんか話しときたいみたいなのはありました、うん、最初はやっぱね、イニング間ずっと話してたよね、はい、それは自分も確認になってたからやりやすかったです。基本的に自分はなんかキャッチャー がいいとか悪いとかっていう評価をすることあんまないんです。なんか赤妻が座ってるから赤妻とどうやるか、例えば今年とかだったら隅が座ってるから隅とどうやるか、ないものを求めても仕方がないから、隅がどういうキャッチャーで自分がこの子に合わせてどういうボールを投げなきゃいけないのかみたいなのを考えた方が絶対うまくいくので、合ってますとかって言われても、え、なんか合ってるかどうか分かんないよみたいな感じですよ逆にこっちからしてみたらいやむしろこっち投げてるボールいいみたいな感じで合ってるみたいな、余裕通りいってるみたいなって感じで投げてる、はい、なんかその空振りされてる時もなんで空振りしてるか分かんない時ってあるんですよ。分かる、なんか自分もある、それなんか打たれた時とかも、いやさっきの方が甘いやつ空振りしたじゃんみたいな、今の方が厳しかったんだけどみたいな時あるよねなんで厳しい方打つのみたいなさっきの空振りは何だったのみたいな基本自分が甘い嫉妬をしたの感情がもういっぱい嫉妬をしてしまったみたいなそうなんだでもまあその嫉妬人も考えて多分、ね、私もサイン出さないといけないから、いや最少失点でいきましょうみたいな、
ちょっと切り替えていきましょうみたいな、多分タイミングこのボール合ってきたんで次ちょっと私も変えますねみたいな、もうどんどん振り、うん、試合の中ではもう過去を振り返ってる余裕はないんで、もうそんなん後で反省だよみたいな、もう打たれたから次こうしていこう、ああしていこうをどんどん進めていかないと。雰囲気だよね、うん、雰囲気以外ないよね基本下側が前提なんで私の場合は、なんだろう、自分がしっかり投げなきゃいけない時と言う通りに投げとけばいい時と、なんかこう試合の中でなんか雰囲気が違うありますよね、そう打たれ方とか、ね、そう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 、なんかなんかピッチングの調子の良し悪しがあるように、やっぱキャッチャーの配球もこう波があるんですよ、私がこうもらってる感じ、サインをもらってる感じだから、なんか噛み合わない、先週まで良かったのになんかちょっと噛み合わなくなってきちゃったなっていう、必ずこういうのはあるんで、なんかそういう時だよね。分かりやすく言ったら、初回にうちホームランで1点取りました、で次の回抑えました、またもう1点取れました、でも2点取られた、1点取り返したけどもうまたすぐ1点取られたみたいな試合展開の時はちょっとうちらもバッチグハグしてますああまた打たれたせっかく点取ってくれたのにああまた打たれたみたいな時です、時はあれあれってなってるからうさすいませんみたいな感じです。こっちはキャッチャーが倒すということでどうやって、なんかその出し方とかなんかその返球とかも違うんですよ。なんかあのペローンって返ってくるあれもいやなんかね、いつもと違うんです。これ何が違うって言われるけど、なんかいつもと違うしか分かんないんですよ。あ、自覚はないです。あとなんか出すタイミングがちょっと遅いとか、なんかそう、赤妻さんが逆に上野さんの言葉で心に残ってるみたいな。いやもうずっと言われてましたけど、打たれるの嫌がらないでみたいな、それって結構上さんピッチャーに言ってると思うんですけど、私はそれを聞いて、いやもう本当にそうだなみたいな、私も打たれたから分かることたくさんあったし、そのまあ試合、うちらは打たれたら試合の勝敗に関わりますけど、長い目で見た時にあそこで打たれてよかったよねっていう反省に絶対になるんですよ。だからうちらがいけるって思ったサインは出すし、上さんがいけるって思ってくれたボールを打たれた時にその初めて分かるから、打たれてもいいと思ってサインは出さないし、そのまあ、あこれどうなるんだろうって思ってサインは出したことあるんですけどこれどこにどう打つんだろうとかはあるんですけど、でも競った場面、大事な場面で自分がいけるって思ったから出してる中では誰も怒りはしないし、そのお互いの成長になるんだなみたいなのは本当にやってって年々感じます。え、じゃあ逆に上野さんが心に残ってる赤塚さんの言葉とかあるんですか？そんなに考えるってことはないね。まあ、あとは今日忘れていますいや、なんかこの言葉があったからっていう風になんか信頼関係を築いてない感じです。どっちかっていうともう一任してる感じなんですよね。だからなんかそのかこうプレッシャーをかけてるかもしれないけど、なんかもう自分を生かすも殺すももうキャッチャー次第、なんか思う存分私のことを使ってってどっちかと思ってるんですよ。そのキャッチャーが出すサインの期待に応えるのが仕事だって思ってるから、もう私をなんかこう使いやすいように思う存分なんかこう使ってちょうだいみたいな、託してるみたいな、そうか、そういうのを言うとか逆にプレッシャーなのかな。よくうちあのレイカ監督に言われるんですけど、上野が打たれるわけがないみたいなこと言われるんですよ、打たれるとめっちゃ昔それで怒られんかったなんで上野が打たれるのとかって言われたよねすごい、なんで上野が打たれるそんなヒット一本も許されない的なねプレッシャーあったよねそういうのもなんかその立場的にあったから、なんかあんまりこうこっちにこう放りこう全部一任させちゃうのも申し訳ないなって思ってるけど、なんかそういう気持ちでキャッチャーとなんかいつも接しているって感じなんですよ。だからなんか打たれた時とかに申し訳ないって思う、なんかその期待に応えられなかった、そのなんか
キャッチャーが私のために打たれないように考えて配球してくれてるんですよ、私にとっては。ちゃんと投げれなくてごめんみたいなっていう感情にいつもなってます、打たれてる時とか。でもそう思います、私も。その上野さんが打たれるってまあキャッチャーだよなみたいな。そのもちろん調子の良し悪しはその日ありますけど、そうある程度やっぱ試合は絶対作れるし、そのホームランを打たれるっていうのは出してるサインがねって思っちゃいますよね私は投げてるボールがねって思ってピッチャー目線で言うとやっぱ甘いとこに投げるから打たれるんですよ。よくそのね、うちの浜村とか勝本とかにも言うんですけど、一流か二流かいいピッチャーかそうじゃないかっていうのは失投率の問題であって、失投率が少ないからいいピッチャーって言われるって私は思ってるんですね。球が速いとか遅いとかじゃなくて、球が遅くても失投率が少なければ絶対勝てると思うんですよ。その割合がやっぱり高いから、せっかくいいピッチングしててもスコーンってホームラン打たれて評価が下がったりとかする。失投率がやっぱりいかに減らしていくかがもうピッチャーの醍醐味っていうか仕事だと思うので、結局いいとこ投げてるときは絶対打たれないし、打たれてもワンヒットなら失点につながるような打たれ方は絶対しないので、やっぱりその失投してる甘いところに投げてしまったなんかこううちらの責任みたいなのはすごくビデオとか見ててもすごく思います。やっぱり甘いと思いますもん打たれてるボールほとんど、あーなんか思ってたよりも全然甘かったとかそれは打たれるよねみたいなよかったらコメントをよろしくお願いします。